カルメ軍の主要メンバーの軌道要素とサイズ比を示した図。横軸は木星からの平均距離、縦軸が軌道傾斜角、円の大きさがサイズ比を表している。上の図の描画範囲を広くした図。カルメ軍の衛星の軌道要素が狭い範囲に集まっているのがわかる。カルメ軍は木星の衛星のグループである。木星の時点方向とは逆向きに交点する逆光衛星であり。 木星の不規則衛星に分類される。カルメと類似した軌道要素を持っており、共通の起源を持つと考えられている。国際天文学連合の天体 A の命名に関するワーキンググループでは、ドイツの文献学者、ユルゲン・ブランクによる提言に従い、巡航軌道にある木星の衛星名は A で終わる名称、逆行軌道の衛星は E で終わる名称をつけるという方針をとっている。 カルメ群の衛星はすべて逆行軌道であるため命名されているこのグループの衛星名はすべて E で終わる。カルメ群に属していると考えられる衛星は以下の通りである。その他カルメ群に属していると考えられるが詳細な軌道要素がはっきりしておらず未確定なものとして S203J9 と S203J10 がある。 木星の主要な不規則衛星の軌道要素を示した図。半径方向の軸は木星からの距離、円周方向は軌道傾斜角を表している。黄色の線分は衛星の近期点距離と円期点距離を結んだものであり、軌道離心率の大きさに対応している。円の大きさは衛星のサイズ比を表している。カルメ群の衛星は図の中央やや下に固まっている。 カルメ軍の衛星の軌道要素は、軌道長半径が平均2340万 4000km、軌道傾斜角が165度前後に集まっている。軌道離心率は0.2から0.3程度の範囲にある。グループ名の由来でもあるカルメが最大の衛星で、全体の質量のほとんどが集中している。カルメ軍の衛星は、木星の重力にとらわれた。 小惑星が衝突によって破壊された破片であると考えられている。これはカルメ軍の主要なメンバーの平均軌道要素の分布が非常に狭い範囲に集まっているという事実に基づいている。この分布の特徴は母天体の衝突破壊の際に発生した破片の速度が5秒速50メートルと小さい場合に説明可能であり、カルメ群の衛星は一回の衝突破壊イベントで 発生した破片からなっていると推測されている。これは、アナンケ群でも見られる特徴である。カルメ群に属する衛星の相対積から、母天体のサイズを推定する研究も行われており、これによると破壊される前の母天体の半径は、カルメとほぼ同じの 23km と推測され、母天体の質量の99%がカルメとして残ったと考えられている。このことから、 母天体は衝突によって大きく破壊されたわけではないことが示唆される。また、母天体の捕獲と破壊が惑星形成の初期の木星周囲にまだガスが存在する時期に発生した場合、破片に働くガス摩擦の大きさは破片のサイズによって変化するため、衛星のサイズと木星からの距離に相関が発生する。しかしそのような特徴は観測されていないため、 木星形成後に時間が経ち周囲のガスが散逸した後に母天体となる小惑星の捕獲と破壊が発生したと推測されている。カルメ群が同じ起源を持つことを支持する別の証拠としてカルメ群の主要なメンバーの色が似ていることが挙げられる。マゼラン望遠鏡や北欧光学望遠鏡を用いた観測ではカルメとタイゲテは淡い赤色を示すことが分かっている。また、 カルメのスペクトルは D 型小惑星と類似していることも分かっている。これらの特徴からカルメ群の母天体は木星に捕獲された D 型小惑星であり、おそらくはヒルダ群か木星のトロヤ群に起源を持つだろうという説がある。ただしカルケの実は D 型小惑星に分類するには赤すぎる表面を持ち、どちらかというとケンタウルス族や 太陽系外縁天体に近い特徴を持つ。そのため、カルメ群を形成する衝突には、ケンタウルス族や太陽系外縁天体に起源を持つ天体が関与しているか、あるいはいくつかの不規則衛星は、著しい表面進化を経験したのだろうと、推測する科学者もいる。ありがとうございます。